お、大きな声で言わないからね。すみません、すみません。書いたの持ってきて忘れちゃった。あ、いいですよ。体重は測ってないですよね、うちでは。はい。体重はまず取らなくて。薬はさ、どうです？薬は…あ、もう決めた。はい。83。だから、この間来た時と一緒ぐらいの体重ですね。それで、ご飯食いなんて。あ、入ってますね、ご飯。触ってみてください。ほんで 20% ぐらい。もうちょっとした。食べてるの？20%ぐらい。それで、午前中、もう11時ぐらいから食べ始めるんですけれど、夕方くらいまで、途切れて。で、まあ、夜になったら結構食べるんだよね。そうですね。今日はこれは飲んでます？あ、飲んできました。飲ませてきました。蓋開けて。一応、今って A は何回飲んでます？ 1 日。昨日とついは3、あ、昨日は4回。4回。で、B は？ B は3回。3回。はい。それ両方とも飲ませます。はい、A も B も。よし。すごいじゃん、ふーちゃん。で、頑張ってますね。頑張ってるよね。頑張ってますね。いや、電話がかかってくるかどうか心配でさ、調子ないと電話かかってきますよね。だから、電話ないからさ、頑張ってるんだなと思いながら。そして抗戦勝者当てます。100の1分でお願いします。なんかちょっとは元気に、うん、少しだけ元気は頑張ってますよ。だっ て、おしゃべりして、おしゃべり、あっ、ごめんなさい、おしゃべりした、おちゃん、おしゃべりばありがとうございますだとか言ってますそうですね、おとついは言ってます。で、今朝もふーちゃんおはようございますって言った、起きたかって言うんですよ。すごいじゃん。すごいじゃん。おしゃべり。これがさ、10日まで。10日までって書いてた。10までじゃない？ちょっと出しとこうかな。ちょっと出していいですか？閉めるよ、扉。長崎積み出して。はい。ごめんなさい。A が1日4回で B が3回ぐらい。はい。はい、そしたらね、B の回数をさ、はい、ちょっと減らしていこうか。A が今日今度2回目だよね。そうです。で、B も2回目ですよね。はい。で、こう様子見ながら夜外に出してやってるんですけれど。A は引き続きやれればやればやってください。はい。で、B をさ、はい、まあ、今日はちょっと今やっちゃったから3回で、はい、で、明日、はい、明日からちょっと2回にしてもらっていいですか？2回。で、これはもう引き続き4回。で、頑張ってたら1週間。1週間まで薬有効、もしくは薬がなくなっちゃったら、なくなる前に。切れちゃうとちょっとまずいんでね。要はこの、こちらの B の薬が、ブレード、リゾロン、ステロイドホルモンなんですよね。もう本当は早く。2日に1回にしたいけど、急に2日に1回にするとやっと上がってきたところがね、しんどいんで、とりあえず2回でやってください。体重 83g、 だから前回と一緒ぐらいありました。で、その後には餌が 20% ぐらい入ってましたからね。やっぱこの時間帯で 20% 入ってるのがすごいそうと思います。あ、おしゃべりした。おしゃべりできたね。おしゃべりね。こういう破壊ってありませんよ、うちに。あるんですけど、500g までしか測れない。500で、500だ。カゴを乗せると。カゴを乗せると500超えちゃうんだ。そうなんです。ああ、そういうことか。1キロまで測れればいいんだ。
と500までにしかない。わかりました。もし可能なら1キロまで測れるやつ買ってください、はい、要はこれ結構大事なんですよね。あ、そうなんですか、うん、だって調子悪くなるとあっという間に減るじゃないですか、はい、この子だってさ、こっちらと体重変えてきますけど、はいはい、前に確か7つなんですね。7月30日が84だったのがさ、はいはい、31日に79になっちゃったんですよね、はいはい、あ、これもうまずいかなと思って、はい、1日に82になって帰ってって、はい、でこの間8月3日の日に行った時83、はい、減るのはあっという間です、はい、でもこの年齢で増えていくのはそう簡単なので、まずは維持、はい、維持ですよね、はい、維持して調子が良くなってくれば増える可能性もあるんでね。はい、じゃあこちらも、じゃあこれは今作ったらこちらに新しいやつ入れます、はい、古い薬はもう処分しちゃいますね、はい、でまあもちろんおかしかったらね、はい、1週間後じゃなくて、はい、その旨相談してくださいね、はいはい、ただねお盆に入るから、はい、そうですね、病院かもしくは私の携帯だったら別に時間関係ないです、はい、ただし、私の携帯まで出ないことが多いんでね、はい、メッセージ入れておいてくださいね。はい、はい、はい、いただきました。あ、もらいました、はい、じゃこの時間帯でね、はい、はい、じゃあ今用意します。